皆さんこんにちは、ゆりです。本日もご視聴ありがとうございます。今日はバスタイムルーティンを久しぶりにやっていきたいと思います。まず私のいつも使っている入浴剤を入れていきます。週に一度ぐらいに自分にご褒美として一人でね、お風呂ゆっくり入ることがあるんですけど、まあ、みんなが寝た後にこんな風にね、ちょっとね、お花とか散らしたり、あとはまあ可愛いのを入れたりしてね、お風呂入っています。で、まあ結構ね、 YouTube 見たりとか動画見たりとか自分の動画確認したりとかね、しながらゆっくりお風呂入っています。お風呂に浸かった後はまずクレンジングですね、私はしていきます。化粧が濃いのでしっかりとお化粧を落としていきます。その後に頭を洗っていきます。頭洗った後、体なんですけど、なぜ最初に頭洗うかっていうと変な顔よね。まず最初に洗ってる方が、こうね、洗い残し、シャンプーとかリンスの洗い残しでニキビの原因とか吹き出物できちゃったりとかもするので、最初に頭を洗ってから体を洗うのがやっぱりいいのかなと思います。トリートメントを流した後、次は体を洗っていきます。こちらの、ウィードブリススクラブです。このボディスクラブは先月ぐらいから使い始めました。ボディスクラブって結構ザラザラしているイメージあるんですけど、これ触った感じ本当にこうコシのある柔らかいちょっとお餅みたいな感じです。なのでめっちゃお肌にこの塗るとね、すごく吸い付く感じやから、めちゃくちゃマッサージが気持ちいいです。はい、じゃあまず洗っていきましょう。これね、まずはボディをしっかりとマッサージしていきます。こんな風にくるくる回すように気になる部分とか、あとは匂いが気になる脇であったりとか、足の裏、それから吹き出物ができやすいデコルテに塗っていきます。ちなみにこれはマッサージした後、泡立ててボディーソープとしても使える2ウェイになってます。二度手間がないんで、めちゃくちゃこれね気に入ってて、しかも香りがね、本当にラベンダーの香りやから、お風呂ではほんま落ち着きますね。あとはリラックスできるし、特にこのムシムシしだすこの季節は届きにくい背中のニキビとか、お尻のあたりにこう吹き出物って結構できるじゃないですか。でもこれ使い始めてから、ほとんどね、そういう吹き出物みたいなのできにくくなりました。あと洗い流すと、ツルツル。こんな感じ、もちもちのツルツルのいい香り、もう女子力アップって感じになります。かなりね、すべすべなって、その場でね、実感していただけると思います。最後に、洗顔をしておしまいです。はい、ということでバスタイムルーティーンでした。やっぱりね、毎日洗っててもこのお尻の部分とかに結構できてしまうんですよね、ブツってしたものとか。本当にね、ケアとかしててもそうなってしまうんですけど、これはですね、薬用スクラブなので殺菌してくれて、ほんでそのおかげで吹き出物やザラザラ感とか、こういうお尻にできるやつとか、あとはこういうカサカサとかをしっかり防いでくれます。だから本当にこう使用感としてはスクラブやのにザラザラしすぎてないから、お肌に負担ないなっていう感じがめちゃくちゃ感じられます。で、その後に泡立てることができて、ボディーソープとしても使えるので楽ちんやし、その上で肌のね、吹き出物とかを防いでくれるってとこがかなり私は気に入っています。サンプルサイズもあるので試しやすいのと、定期コースなら割引価格で購入することができます。しかも泡立てのネットもついてくるので、さっきのね、絵ずり多分ね、ほんとよりふわふわになって気持ちよく体洗うことできると思います。しかも初回やったら 60g のサイズがもらえます。まあそういうキャンペーンもやってるので、ぜひ気になった方は概要欄チェックしてみてください。ということで今回はバスタイムルーティンでした。それではまた皆さんお会いしましょう。バーイ。